リーシャー、サンゴ様がお目通りを求めておられます。うむ、どうせ。リーシャー、どうか今期の私の種をお認めください。どうか何とぞ、リーシャー。ほう、種をくれと申すか。それは需要の3分の1も出席しなかった、歴史と教養の種か。いえ、違います。では、定期テストの答案に美味しいカレーの作り方、食感宮廷レシピに南蛮国特産大蛇の唐揚げを添えて、を変えた、歴史特攻の種か。いえ、それも違います。では、中国語論文を訳するのにネットの自動翻訳で済ませ、尻滅裂危機快快なレポートになってた、歴史演習の種か？は、はい、それでございます。あの種は必修で、今年取れないという年が確定に。アホタレ、あのようなレポートで種はやれん。しかもお前、一回発表ばっくれただろうが。B シャー、あの時は USB が壊れて、って説明したではございませぬか。いや、サンゴ、お前、実はパソコンも USB も持ってないだろ。スマホでネットからコピペしてレポートも書いてるだろ。実は折り足く、新しい三国志のゲームが発売されまして。光栄テクモの新技術、柔らかプルプルエンジン搭載による2強のグラフィックには抗いがたく。クズね。クズだな。容赦なさすぎだぞ、1号2号。それはともかく、そんな調子でこのわしから種がもらえるわけないだろうが。だって先生、全然三国志に触れてくれないじゃないすか。俺は三国志ならいくらでも語れます。ゲームもいっぱいやってるし。明清時代史の中国語論文訳で、三国志を語ってどうせよと。何とぞ種を認めください。じゃあ。ならん。来年、1、2年に混じってもう一度わしの講義を受けるがよい。じゃあ、俺は潔白です。こうなったら、死んで証明します。じゃあ。じゃあ。うわぁ、流血が水たまりみたい。どうする1号、モップとバケツも用意しとく。特大生ゴミ袋まで必要にならなきゃいいけど。B シャー、どうします？本当にお前ら、現実の男には容赦がないな。まあ、来年もこいつのレポート見るのも嫌だし、仕方ない。もう一回チャンスをやるから書き直してこい。ありがとうございます。その代わり、中国語論文の分量、2倍でな。です。2号、やっぱり特大ゴミ袋、持ってきて。ラブ刺激あるある。そこら辺の柱や壁にぶつかって即自害できる。さて、前回は春君こと文政帝が亡くなったところからだったね。ここからは、風子こと風太王が、どうなったかを解説していくね。わーい。でも、ちょっと怖いな。やっぱり悪臭は続いていくんだろうか。文政帝が亡くなると、力人と文政帝の子である卓抜公がわずか9歳で建文帝として即位する。9歳だし、彼のことは広志君って呼ぶね。自虐ネタで漫才しそうだな。ひろしくんも本当のお母さんは亡くなっているのよね。かわいそうに。幼少だったひろしくんに代わり、北魏の国事を決裁していたのは上昇のオツコンだった。ああ、オツコンって、建文帝時代の独裁者か。最終的に風太王が勝って、謀反の罪で粛清したっていう、ドラマで見たよ。そうそう。オツコンは謀反の罪を告発されて処刑されるが、12歳のヒロシ君にはそんな政治的判断はできない。風太王が主導していたと言われている。早速血生臭くなってきた。春君に殉死しようとした純粋ラブラブ刺激な皇后はどこへ行ったんだよ。母は強し。いや、母じゃないでしょ。養母だろ。ああ、わかった。水蓮調整になるんでしょ。まあ、そうなんだけど、ちょっと違う。風太王の場合は、皇帝に即位はしないものの、すだれの陰に隠れて会議を聞いたり命令を出していたわけじゃない。両帝の共同統治者として表立って政権を握っていた。これを昇政という。すごいわね。側転不幸一歩手前じゃない。
即位してないだけね。風太号の霊がなければ、側天武功もいなかったんじゃないかな。それはある意味その通りだ。しかし、ヒロシ君が成長するにつれ、皇帝と太后、両者の間には対立が生じた。ヒロシ君は長男の卓抜公を大使として立てて申請を始めた。三等級品の姓を定めて国内を整備したりして頑張ったんだけど、風太号に脅迫されて卓抜公へ上位している。脅迫って、すごいな。まあ、強い女性は好きなんだけどさ。こうして、公文帝が即位して、再び風太号が北魏の実権を握った。こう、もヒロシだけど、お父さんと被るから彼のことは公文帝の公君って呼ぼうか。砕けすぎだ。ところでやっぱり、公君のお母さんって自害させられちゃったわけ。そうね。13歳の時生まれた公君を筆頭に建文帝には、6人の男子と5人の女子がいる。また、13歳ですか。公君の母は理不尽だが、公君を産んでから1年ほど経ってやはり塩たまわっている。そんな理不尽な。先に言われた、式母子6人目の犠牲者だな。理不尽の父、李慶は青州の獅子に任せられて、南朝の国境近くを守っていた。けれども、南朝と通じた疑いで妻子もろとも殺されている。裏には風太号の影があったと言われている。もともと建文帝はまだ幼児の皇君を大使にとは考えていなかった。一族の叔父や兄弟を大使に立てるつもりだった。しかし、周囲から父子相続を勧められ、やむなく卓抜公を立太子した。父広氏は寵愛していた理不尽が自害させられたことがショックで、風太号との関係に亀裂が生じた。遠征的になり、ひたすら仏教へハマっていく、父、広氏であった。ちびまる子ちゃんかよ。しかし、皇君の実の母は理不尽ではないと、当時から言われてるのよね。じゃあ、誰なの？皇君の実母は風太号だと言われている。ん？ああ、まあ、おかしくはないか。理不尽が産んだことにして、自害させたと。ひどい話だけど。あれ、じゃあ、父親は誰？実権を握って怖いものなしの風太号には、ちらほら愛人もいるんだけど、皇君はそれらの愛人から生まれた私生児じゃないわね。父親は広ししかいないでしょ。でないと、風太号と対立した建文帝が公文帝に上位するわけがない。近親婚。いや、風太号と建文帝は血は繋がってないんだっけ。なんて言うんだっけ、親子丼。そう、それ。親子丼やめえ。ちゃんと文化人類学的な故障があるから。うわぁ。13歳だっけか。風太号は26歳くらいよ。何かの間違いじゃないの。うわぁ、犯罪チック。今の感覚で言えばな、前の文政帝や慶牧太子を思い出してみろ。12や13で子供ができるのは北魏では普通だ。それに、戦貴族にはレビレート婚の風習があるので、建文帝と風太号の間に婚姻関係があっても不思議ではない。レビレート婚って、死んだ夫の代わりにその兄弟が、お嫁さんと結婚する風習ですね。部族間で両家の結束を絶やさないために行われるって聞いてるけど。未亡人をできるだけ早く保護して、できるだけたくさんの子を産んでもらうという機能もあるぞ。それって、父親の嫁でも OK なの？さすがに血縁関係があったらダメだけど、なければレビレート婚が成立するわね。だから、後に側天武功が高層の高級に入ることができたのも、このレビレート婚の風習の延長上にあるわけだ。ああ、言われてみれば。側天武功もそうなのか。それに風太号が公文帝の実の母だという、文献上の証拠がいくつかある。風太号の死後、公文帝は義理の祖母のために、本来は父母に対してする母である三年の喪に服していること。公文帝は風氏の一族を厚遇する一方で、理不尽の一族には冷淡だったこと。当時の司書が風太号と公文帝を母子、と表現していること、などだ。しかも公君が生まれた時、政務に熱心だった風太号が育児休暇を取ってるわね。そうなのか。でも、風太号と建文帝がそういう関係だったとしたら、風太号と理不尽と建文帝の関係って三角関係じゃん。めっちゃドロドロしてない。そうなのよ。怖いわねー。建文帝は報復に、風太号の長身、おそらく愛人、を処刑している。うわぁ、こじれてる。
18歳で退位させられた建文帝は、太政皇帝になったけど、5年後に風太郷に毒殺されている。うわぁ、風太郷恐ろしい。ヒロシなんか用なしになっちゃったのね。なんか恐ろしいとか言いながら、2号の反応は嬉しそうなのが、わし、怖いんだけど。即位した光君はまだ5歳だったので、風太郷が引き続き政権を握った。家庭内はドロドロしていたが、風太郷は政治家としては優秀だった。反乱を収め、反六政や三長政や金殿政などの諸改革を実施した。また中央財政と地方財政を分離して、北魏の中央集権化に努めるなど数々の功績を挙げた。金殿政は有名よね。金殿政は北魏に始まり、隋、唐の時代に行われた土地制度で、周の国の政殿制が元になったと言われている。儒教の教えでは理想的な土地制度とされている。三長制は金殿制を行うための戸籍制度で、これまた周時代に延元を求めることができる。いずれも勧進官僚、李安制、李忠の検索を採用して実施したもので、これにより、さらに官化が進んでいく。こうした政策は風太郷と光文帝両者の功績であって、分けることは難しい。この母子が統治した北魏は、黄金期と言っていい。そういえば、マリナにおすすめされた北魏風太郷、見たけど、光君めっちゃ神童扱いだったわね。光文帝になってからいきなり、ザ、儒教国家って雰囲気に変わるから、増えたわ。そんなに露骨なのか。大武帝の頃はもっと野蛮で大らかというか、へそ出し美女が宴会で待ってたのが、光文帝の時代にはへそ隠れてるもんね。光文帝は名君として有名なんだよね。光文帝は読書を好み、老荘、歴史書など100書に通じ、詩に秀でていて、中国の学問に精通していた。光君秀才なんだ。後で作ってる部分もあるとは思うけどね。でも、私は、鮮卑族の伝統を守ってワイルドに生きようグループの皆さんも結構好きだったのにな。誰じゃその、グループの皆さん。主に光君のおじさんや王子さんにあたる卓抜氏の王子たちですよ。それぞれなんとか王に報じられて数いっぱいいるんです。悪いおじさんたちは、ヒロシ君や光君を鮮卑族ブートキャンプへ連れてったり、主演で伝統のきつい酒を飲ませようとしたり、へそ出しダンスの美女進めたりするんですけど、その度に対抗の品縮を買います。何それ、めっちゃ楽しそう。わしも参加したい。その鮮卑族のおじたちや部族の長が重心となって、徴用された漢族の官僚と混じって清掃を繰り広げている。それが北魏の宮廷です。光文帝の光の字はそのまんま、親に孝行を尽くした立派な皇帝という意味だからね。つまり、風太郷に功を尽くした。政策も儒教道徳の塊みたいなものね。そういえば、ムーランもこの時代の伝説だったね。あれも親孝行の話よね。そうね。父ヒロシが忘れられてるんだけど。晩年の風太郷は寵愛する家臣をそばにはべらせ、姓の使者が美男子だったと知ると、自分の宮殿に閉じ込めて返さなかったりしたという。イケメン好きだったのか。そんな風太郷も光文帝の治世に、49歳で崩御する。その時の光文帝の悲しみは尋常ではなく、いつかは悲しみのあまり食事を取らず、4ヶ月の間政務を取らなかった。軍心の反対を押し切って、本来父母に対して服するもである3年の喪に服そうともした。まあ、本当にお母さんだったら、そうしようとするよね。でも、父ヒロシは風太郷に毒殺されてるんだけど。光文帝は風太郷が実の母であることも、風太郷が建文帝を毒殺したことも、風太郷の死後直後に知った可能性が高いわね。ええー。出生の秘密がここでバレるの、それは光君からしたらショックだわ。光君には亡くなったお母さんを、父親殺しの罪で処断することなんてできなかったのよ。でも、光君は風太郷の死後も頑張って北魏の改革を進めるのよ。頑張れ、光君。運命に負けるな。なんか変なノリに。というわけで風太郷の死後、光文帝の新政が始まった。方向性としては、風太郷と変わらないわね。中央集権化と官化を目指す政策だな。まず光文帝は首都を平城から洛陽へ遷都した。洛陽といえば、なんたって州の首都だったんじゃなかった。東州の人だな。そう、金殿政や三長政など、州を理想とする政治を行ってきた光君にとってはまさにメッカのような場所ね。そこを首都にしたいと思うのは当然よね。確かにそうね。
ってか、北魏の版図に入ってたのか。結構南に下ることになるだな。しかし、戦秘族の伝統を守ってワイルドに生きようグループの皆さんが猛反対するであろうことを、コウ君はあらかじめ見越していた。そうか。コウ君は戦秘族の伝統を守ってワイルドに生きようグループの誘いに乗らなかったつまらん奴だしな。グループ名長いよ。そこで、コウ君は南朝の聖へ遠征すると言って、洛陽に駐留し、そのまま洛陽へ遷都すると宣言した。そのくだりは、ドラマの最終話近くで見たな。戦秘族の伝統を守ってワイルドに生きようグループの代表に適当に役職をやって。南西へ行く間、留守中お前らに平城を任せる。と言って、そのまま平城へ置き去りにするという。えらく砕けてるけど、まあ、そんな感じね。もちろん、猛烈な反対にあったが、戦としてみるとやはり洛陽は華北の経済、交通の中心だったから、華やかな都になり、反対の声は容易に鎮圧することができた。さらに戦費の姓を漢風に改めるように決めて、自らも卓抜姓を改めて中国風に言とした。臣下たちにも半ば強制的に漢風の姓を与えた。他にも宮中での戦費語や、呉服の着用、戦費的な習俗を禁じた。呉服語の禁だな。ちょっとやりすぎじゃない？コウ君の中ではおそらく、自分は戦費族ではなく肝心だったのね。いえ、肝心になりたかったのよ。レビレイと婚屋敷星といった因習に囚われた複雑な家庭に育ち、まさしくその因習の産物である彼は、それまでの戦秘族としての自分を捨て去って、新しい自分に生まれ変わりたかったのよ。そうだったのかよ。なんか、泣ける。つまらん奴なんて言ってごめん。あっても、コウ君の高級を見てみると、儒教道徳とはほど遠く、やっぱり家庭内はドロドロしてるのよねー。そうなの。広瀬夫人が死んだだけでは終わらないの。戦秘族の因習は平常の戦秘族の伝統を守ってワイルドに生きようグループの皆さんと共に捨て去ってきたんじゃないの。終わらんどころか、北魏の分裂や隋唐時代にまで続くぞ。じゃあ、コウ君の奥さんたちを見ていこうか。この家系図、見てどう思う？いや、有皇后とか廃皇后ってなんだよ。怖いんですけど。有皇后と廃皇后は姉妹で風太后の兄、風紀の娘たちだ。つまり風太后の姪にあたる。名前だけ見ると、金田一耕助シリーズに出てくる狂った三姉妹みたいだ。まず、姉の有皇后が妹の一人と一緒に皇文帝の側室として、風太后によって送り込まれた。しかし、一緒に来た妹は将棋になるものの、創生してしまった。有皇后自身も病気になり、皇宮を去って実家で静養するように命じられる。この間に風太后が崩御し、都が洛陽へ遷都されている。あらら。ああ、そうやって妻が死んだ後に夫が妻の姉妹と結婚する習慣を、デリレート婚に対してソロレート婚と言うんだ。中国では春秋戦国以来、王女、皇女は他国の君主に嫁ぐ場合、姉妹が一緒に同じ夫の元に嫁ぐことがあった。正室が創生した場合、一緒に嫁いできた姉妹は正室に昇格した。目的は夫の側と妻の側の親族集団の因縁関係が消滅することを防ぐこと、中国では妃の一族が地位を保ち続けることにあった。ちなみにソロレート婚をする文化からはレビレート婚は嫌われる。漢文化では、禁住の行いとされている。へぇ。つまり、コウ君はレビレート婚で生まれて、ソロレート婚してるのね。有皇后が、ようやく病が癒えて洛陽の皇宮へ登ったら、3番目の妹が皇宮入りして、皇文帝の皇后になっていた。有皇后は妹に嫉妬し、逆恨みするようになる。皇宮入りした有皇后は皇文帝から寵愛され、妹への寵愛は薄れた。有皇后はことあるごとに皇文帝に妹の悪口を吹き込み、ついに皇宮から追い出してしまった。有皇后が、皇后に立てられたのはその後だ。何やってんの、コウ君。だから、妹は廃皇后なのか、気の毒に。狂った三姉妹かと思ったけど、おかしかったのは一番上の姉だけか。妹の廃皇后は廃位されて諸人となり、出家して尼になり、お寺で亡くなっているわ。しかしその後、皇文帝が出征すると、有皇后は宦官の皇菩薩らと乱用にふけるようになった。つまり不義密通ね。あらー、それはいかんわ。
皇后の不義密通を知った皇君によって、愛人たちは処刑されたけど、劉皇后は廃位を免れている。無事だったのか。最後の風刺の皇后だもんね。廃位を免れ、皇后としての地位は変わらなかったものの、皇太子への接近禁止命令が出されている。いやいや、劉皇后が皇太子に接近して何すんのよ。怪しい。33歳で皇文帝は病気で崩御する。この時、遺言により劉皇后以下皇級の妃は、殉死させられている。遺言を報じた皇文帝の弟、北海王元昌らが皇后に自害するようにといたが、皇后は嫌がり逃げ回ったため、最後は人々に抑え込まれて無理やり毒を飲まされ、殺害されている。死亡が言う。まさか、皇君、劉皇后と皇太子のレギュレート婚を阻止した。ああ、そうかも。生前の行いが悪いと、あまりいい称号をもらえないのね。てか、風太后は3人も名誉皇級に送り込んでるのね。風刺で皇級を支配する気満々だったのね。そう、そしてこの風刺3姉妹、誰も子供を産んでいない。明らかに子供を産むことを避けてるわね。最初に後継ぎの皇太子を産んだのは、側室の林氏ね。林氏は兵糧軍大衆の林昌の娘として生まれてるが、オツコンの戦王に巻き込まれて罪人になっている。罪人の娘になった林氏は、姉と一緒に皇宮に入った。救助には罪人の娘が多いのね。美しかった林氏は皇文帝に見染められ、寵愛を受けて王子、元順を産んだ。そして元順が皇太子になると、林氏は式母子の慣例に従って死を賜っている。またかぁ。式母子の犠牲者、7人目だな。元順は風太后に養育され、11歳で皇太子に立てられた。うわぁ、なんかパターン見えてきたわ。風太后の一族が実の母親を式母子で殺しておいて、料亭を傀儡にする計画なのね。その後、皇文帝が南朝へ遠征するにあたって、皇太子元順は洛陽の留守を任される。しかし、彼は読書や勉強が嫌いで、漢文の勉強に少しの興味も示さなかった。また、洛陽が暑いのを嫌がって、北方の平城を懐かしがって帰ろうとした。呉服を着用しようとしたため、同じく洛陽留守番組で、お目付け役の行動越にしばしばいさめられていた。いいじゃない。呉服、かっこいいのに。私もそう思うんだけど、お父さんの皇文帝が禁じているのよねー。元順は行動越を憎んで、宮中で自ら中殺した。いや、ちょっと注意されただけでそれはどうなの。短気すぎるでしょ。切れやすい少年。驚いた皇文帝は遠征していたところを慌てて引き返し、官僚王元気が元順に情景を与えた。そして、会議を開いて大使の廃位を議論させた。そこで廃位が決められ、元順は14歳で庶民へ落とされた。ああ、だから廃太子なのか。でも、14歳って、まだ厨房じゃないの。ちょっと特攻服着て、草原を馬でブイブイ走りたかっただけなんじゃないの。お目付け役を殺すのはやりすぎだけど、あまりうるさいこと、言わなきゃよかったのに。ヤンキー扱いになっとる。確かに前期の服装は男塾の長男みたいだが。平常に残されてきた、悪いおじさんたちとは馬が合いそうな子よねー。そうなのよ。廃太子元順は皇太子廃位の2日後に、前期の名族陸英、北隊を首謀者として起こされた反乱に担ぎ出されてしまう。この事件には前期北族の名族のほとんどが関与していたらしい。彼らからすると、皇文帝が漢族の意見ばかりを取り入れて改革を進めていったこと。彼らの既得権益が次々剥奪されていくことに不満があった。そして、謀反を計画していると上奏された元順は毒殺されている。享年15歳。それで、元順が廃されるとともに、死後皇后の地位を送られた実後の林氏も地位を剥奪されて、庶民へ落とされてしまう。はぁ、かわいそうよね。式母子で殺しておいて、皇后になったと思ったらさらに庶民に落とされる、死体に鞭打つのもいい加減にしてほしいわね。大体、風太后が外戚になるために、妃を次々送り込んでるんでしょ。式母子で外戚関係を排除しても、子を産まない養母の家が外戚として権力を振るうんだったらもう意味がない気がする。そうなのよねー。
さて、元順が廃された後、新しく皇太子として16歳の元格が建てられる。母は皇貴人。元格のほか、元海、皇平王、と元英、長楽皇主、合わせて3人の子を産んでいる。あれ、女性にしては珍しく、氏名がはっきりしてるのね。娘にも名前がある。この皇昌陽は、元は皇栗人で、13歳の時、一家で北魏に移住してきている。皇文帝地下の北魏は繁栄していたため、各国からの移住者が洛陽に多く集まった。名前が明らかなのは、なんでだろうね。元が外国人だからかな。一家が到着すると、管理が皇昌陽の美しさを報告し、皇宮に入れるべきだと言った。風太后自ら面接し、皇宮に入れさせた。しかし、皇昌陽は平城から洛陽に移る道中、突然死してしまった。文章皇后という死後は、即位した息子から送られたものね。え、まさか、また式母子で殺された。いいえ、劉皇后が派遣した刺客に殺された可能性が高いわね。ひぃ、劉皇后怖えー。劉皇后は皇貴人を始末して、厳格の養母として叔母の風太后のように君臨しようとしていた可能性が高い。そして、皇貴人を洛陽へ迎えようとしていたことから、もうこの時すでに、式母子の制度は皇文帝によって実質廃止されていたと見るべきね。お、おう、それはよかった。じゃあ、式母子の制度で自害させられたのは、臨死が最後なのね。そうなるわね。もっとも、劉皇后はその制度がなくなると困るようだったけどね。劉皇后としては何としても、皇貴人が洛陽へ登るのを阻止しないといけなかった。この4人が皇君の皇后だけど、どうよ。みんな不幸になってるわね。ラブ刺激としては美味しい題材かもしれんけど、皇君は複雑な家庭に生まれたのに、自分もまた複雑な家庭を作ってしまうのね。悲しい。いやいや、前近代の皇室のことだから、複雑でない家庭を探す方が難しいからな。一応、式母子の制度を終わらせてるじゃないか。それだけは良かった。養母が外籍化してるから、制度自体、意味がないものになり果ててる感じだったしね。ところが皇文帝の死後、皇太子の厳格が宣武帝として即位すると早速外籍が専横し、さらにもう一人、権力を振るう太后が現れ、北魏を分裂へと導くのだった。あ、帝太后か。さらに小生が続くんだな。へ。次回へ続く。風太后が亡くなったところで、ドラマの解説は終わってるんだけど、続くのこれ。え、アリナはその後の北魏、聞きたくない。聞きたいです。